はい、まず銀行口座の開設ですね。こちらなんですけども、結構ですね、銀行口座の開設自体は厳しくなってきてるんですよね、フィリピンの方も。で、一応ですね、銀行によって規定がいろいろあって違うというのがあるんですけども、就労ビザがないとダメなところとかが結構あったりするんですよね、今だと。なので、あとはやっぱり現地の住所がないといけないっていうのが結構あるので、お友達の住所借りれるなら借りたりとか、あとはまあ厳しければ僕の方に相談いただければ、そういった方法もありますので、住所がない方もですね、で基本的には現地の住所が必要ってことですね。で、まあいろいろ条件があったりはするので、エイリアンカード、ACRI カードが必要とか、まあ、その辺は聞いてもらえばいいかなというふうに。